はい、今回の動画は Windows10 でユーザーアカウント制御を無効化する方法をご紹介します。でユーザーザアカウント制御というのはですねアプリとかをインストールする時に確認の、ね、メッセージが出ると思うんですけどもこの画面のことで、まあ、毎回毎回ですねこれが出るのがですね煩わしく感じてる方は無効化することができます。 で現在の Windows 10は、ね、いろんな、ね、各種設定をする時はこの Windows の設定の方から、ね、やるようになってるんですけどもこのユーザーアカウント制御を無効化する設定はですね、こちらの Windows の設定の中にはですね、今この動画を撮ってる現時点では入っていないのでコントロールパネルからやる必要があります。 でコントロールパネルを開く方法は以前動画で解説をしているものがありますのでそちらの URL をねこの動画の下の概要欄の方に入れておきますのでそちらを見ながらですねいくつかの開き方をご紹介していますので自分のやりやすいやり方で開いてください今回はですね Windows キーを押して C、P を押してコントロールパネルですねこちらをね検索に引っ掛けてコントロールパネルを開きますで次にこの中のユーザーアカウントというところをクリックをしてください はい、で続けてこの一番上のユーザーアカウントというところをクリックをします。はい、で次にこのユーザーアカウントの変更というところの下にあるですねユーザーアカウント制御設定の変更というところをクリックをしてください。 はい、そうするとこちらでですね、ユーザーアカウント制御が出るタイミングを変えることができるんですけども標準の状態だと一番上からですね、2番目になっていると思いますのでこちらだとね、アプリとかをインストールするときにユーザーアカウント制御の画面が出ますんでこちらをね、完全に出したくないということであればこちらをね、スライダー形式になってますんで一番下までですね、マウスのドラッグで下げてください。 ただ、このユーザーアカウント制御を無効化するデメリットとしてはフリーソフトをインストールするときなんかにですね、別のですね、自分が意図しないソフトも一緒にインストールさせようとしたりだとかとか、あですね、パソコン上に広告を表示させるようなツールも一緒にね、インストールさせたりとかするケースがありますけどもそういったものをですね、未然に防ぐ画面も出てこなくなりますんでご自身でですね、しっかりとね、チェックしながらですね、そういったフリーソフトをインストールする必要があります。 なのでこのユーザーアカウント制御の無効化はこちらにもね推奨されませんという形で書いてありますけども自己責任でねやるようにしてくださいそれでは今回の動画は以上になります今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました